います、まずは玉木代表です。はい、どうもこんばんは、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてもう一人は今回の選挙戦さまざまな活動を中心的に引っ張っていただきました伊藤孝恵参議院議員です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。落ち着いてますね、やっぱり安定の。そうですか、 MC っていっぱい入ってますけど、もうね、あのしっとりいくんですね。文字 しっとりいきますよ、いつも通りで。そこはあの自分のペースでいつも通りやりますんで、今日はあの、はい、あのゴーゴーコンビ竹爪さんはいないですけれどもね、はい、同じくゴーゴーコンビのなんか磯竹コンビとか入ってる人気でした。ゴーゴーコンビ磯竹共に落ち着いた感じでね、はい、なんか55歳で並ばせたかったみたいなコメント事前にいただいて一回やったかな、本当ね、ごめんなさい。そうですね、一回ねやったことあるんですよ、はい、ゴーゴートリオでやったことありましてね、うん、はい、また次回は、来年56トリオかもしれませんけどね、はい、よろしくお願いしたいというふうに思います。はい、8000人同説です。はい、でも、ね、今日、はい、もう8000人同説で8000人か、すごいな。開始2分ぐらいですごいですね、はい、ちょっとこの勢いでさらにですね行きたいというふうに思いますけれども、いやでもあのちょっと今日ですね始まる前の書き込みもあの皆さん読ませていただきましたけれども ねちょっと拾いながらやりますか。はい、思いましたけど、いや結構ですね始まる前やっぱりちょっと面白い、55歳ですかってキーさん、なわけないやろ、何も出ないよ違います。結構ですね玉木さんの体調を心配する声もあるんですよ。本当だ、もうそう頼む寝てくれって、新馬さんと玉木さん少し休んだ方がいいぞとかって玉木さん熊がって入ってますよ。結構ですね、うん、ありまして、そうそう今日もなんか耳出した人が、はい、目が赤いとかでみんな心配してくれて、はい、確かに充血してますね。まあでもやっぱりマスコミがねかなりあの取材含めて私のところにもいっぱい来てますし、はい、こんなに普段来ないのになっていう人も来たりはしている、はい、全然来ないんですけどちょっと伊藤さんのとこ行けっていうとこは、まあ、1億プロジェクト頑張ったのに全然、まあ、全然いいですけどちょっとあの記者の皆さん伊藤孝恵さんのとこぜひ行ってください。本当に出現があるんでいいです私は、はいはい、まあ、その意味ではストロングゼロを飲んで寝なさい、はい、だってスパチャしたい、なあ、そうですね。なんか伊藤孝恵さん可愛いというのはなんかちょっと今日絶結構あの、まあ、その服前も見たことはありましたけれどもこれですか、これね、はい、みんなにこうパジャマって言われるこれ、ね、そう、はい、違います、パジャマじゃないですね、おしゃれです、おしゃれですね、皆さんおしゃれですから、はい、そこお間違いのないようにすみません、はい、よろしくお願いします。それってあなたの感想ですよねなんでそんなの横田が来るぞって、あびっくりした、あそうするか、ちょっと、ね、あ、ちょっとあの、そうですね、あの記者会見でいろいろ一悶着ありまして、はい、あ、見ました、ね、見ました、はいはい、代表があんな風にあなたの意見を聞いてるんですみたいな言うの珍しいですよね、まあ、ちょっとそうですね、うん、普段はやっぱりきちんとね、新馬さん多いけどね、新馬さんはね、うん、常に対応型で意外になんか代表があなたどう思う、いや違うあなたの意見を聞いてるんだって言ってよく見てんね、いやいやすごい回ってますもんね、そうそうそう、あれ回ってます回ってます、あの、うん、もう皆さん切り取って引き続きだから皆さん動画作っていただいてですね、うん、我々も見れる状態になってますから、ちょっと多いですよね最近、その代表や国民民主党というところにネガティブなこう論証をしたいがためにグラウンド100周回って財務省と一緒のこと言っちゃってるっていう、あと産経新聞と一緒になってるとかね、そうですね、それがありましたね、左のような方がなんかこうぐるぐる回って結果産経新聞と一緒になってるとか、はい、財務省と一緒になってるっていうのはなかなか面白かったなと思って、まあでも書き込みとかでもあるんですけど、やっぱり選挙が終わった後にこうやって政策論争が起きてるっていうのが、あ、これはね、かつてない珍しいっていう、そういう意見もありますよね。あれなんですよ、まあ本当にこの選挙の終わった後に野党が言ってる政策で昼の情報番組含めてやれ103万だ控除だって話をしてるのは初めてだよですか、でここまでやっぱ103万とか控除っていう言葉が飛び交ったって、だからこれまでなんかよく分かんなかったのがこれで多分皆さんかなりね理解がこう進んでくれて、その認知が上がってるってのがいいと思いますよ。伊藤さんも、まあ、あの磯崎さんもこの控除をね上げたり下げたりするので7兆円とかね、うん、何兆円ぐらいの、まあ、それ国からしたら減収かもしれないけど、逆にそんだけ国民の懐に残せるその政策手段があるっていうことが知れ渡ったのは良かったと思って、でも税の壁と社会保険の壁が両方ごっちゃになっていてっていうのがこの度、あ、103万って税の壁のことねと、160とか130って社会保険料の壁ね、壁ねっていうのが今回だからみんなすごく知られて、
いやよかった、まあ、政策論争望んでいたことです、うんうんうん、まあ、これから具体的な中身というのはだんだんこう、ね、さらにこう国会の中での議論で深まっていきますけども、うん、その前段としてそもそもやっぱりそういうものがあるっていう認知度がこう高まったっていうのは、うん、あのそれの意味でもあの効果はすごくあったかなと、貢献できたかなと、そんなふうに思いますよね。178とかって数字がさ、はい、結構なんか街歩いてても言われて、うん、あ、そうですか、もう178おじさんだよそれ。いや今日思ったんですけど、自民党のね、じゃ税調で178を代表が譲ってもいいって、なんかそんなようなこと言ってるっていう、あれはね、あの話しといた方がいいと思いますよ、はい、それはもうちゃんとしっかり取材で答えてまして、うん、あの譲る気は全くありませんから。でね、まずね、ちょっとその宮沢税調会長にもね、もうこれあんま言うとちょっとニュースになっちゃうんで、ちょっとまあこれから交渉って時にね、なんか譲ってもいいというふうに私は捉えましたなんて話してもないのに言うのはちょっとどうかと思うよ。びっくりですよ、あれは直接話してないわけですよね。ないよね、ないよ。それってあなたの感想ですよね。それってあなたの感想ですよね。ひろゆき風に言うとそういう感じになっちゃう。そういうことになりますよね。まさに、まさにそうですね。よかった、はい、安心しました。はい。はい、ということでね、これについてはまたね、これからしっかりと、はい、あの政調会長同士の話も含めてですね、これから具体的に話進んでいきますので、皆さんどうぞご期待をいただきたいというふうに思います。ちょっとまあスケジュールと今週金曜日にですね、はいはい、まあ、まずは補正の含めた経済対策を自民党公明党の政調会長に、あの浜口、うちの政調会長からあの申し入れをして、来週月曜日ですね、私石破さんとあの党首会談しますので、その場でもですね、やっぱこれやってくれと、これはもう民意だということで、ぶつけたいと思いますし、あと、まあ、能登半島の、ね、地震のこと、あるいは豪雨災害のことを忘れてはならないので、まあ、そういった対応を万全にするようにですね、合わせて申し入れをしていきたいなと思ってますので、またその辺はまたいろんな形でご報告させていただきたいと思います。はい、はい、はい。あとはちょっとあの全然違う話になっちゃうんですけど、大きいニュースでいくと、今日やっぱりアメリカの大統領選、これがですね、まあ、無ニュースで、まだあの開票は終わってはないんですけれども、 ABC 放送なんかはトランプさんの勝利をですね、まあ、頭角を出したということで、まあ、これはやっぱり大きな大きなこう局面にこうまたね、経済を含めて世界の動き含めて、まあ、大きな影響がこうあるなということで、特に自分の国は自分で守る、そういう政策も立てている我々からすると、経済安全保障含めてですね、ちょっとこれはやっぱりこう そこも含めたことを考えていかないといけなくなるんだろうな、ね、いや大変ですよ、大変だし、あの国民民主党の果たす役割がますます私は大きくなっていると思うので、うん、これはまあ同僚議員とも自覚をしながらね、やっていきたいなと。で、なんでかというと大変だと思います、トランプさんになると、うん、まずそのうちにこもると思いますから、アジアにむしろアメリカを関与させ続けるのは大変だと思う、うん、でもしアメリカが何かやってほしいんだったら金出せとかいろんなことを言ってくる可能性があるので、すごくね、まあ、石破さん今弱い立場になってるでしょ、あの過半数割ってるし、うん、足元見てくるから、この外交安全保障に関してはね、ここはやっぱり国全体として一枚岩でやらなきゃいけないんで、いわゆる、まあ、清掃は水際までって言葉がねありますけど、ここはきちんと日米同盟あるいは外交安全保障はですね、一体としてしっかりやるってことを内外に国民民主党がメッセージ出すことが実はすごく大切だと思うので、まあ来週の、石破総理との党首会談でも、まあ、そういったことはね、ある程度合意できるところはしたいし、内外にそういうメッセージは出したいなと思ってます。外交防衛っていうのはね、これ一枚岩だっていうメッセージを、うん、これ日本国としてやっぱり発するっていうところで果たす役割大きいですね、と思います、うん、私議員になって最初の頃に、うん、当時新馬さんが国対委員長の時代だったんですけどね、武闘派時代ですね、はい、新馬さん国対委員長の時代に教えていただいた言葉が、うん、政局は水際までっていう、うん、そういう言葉をね、実は新馬さんから教えていただきまして、うん、だから国内のさまざまな政争だとか議論というのは、それはもう国内の中政局というのはもちろんあるんだけど、それを海外に対してまで持ってってしまうと、日本としての信用、国としての信用問題に関わると、でそれは外交問題にとっては大きなマイナスになるから、だから政局はあくまでも国内水際までに留めとくんだよっていう、そういう言葉を本当新人の頃に教えてもらいましたね。なんかすごく重いなというか、なんかハッとこうさせられる一言でしたね。それはなんかまさに今そういう局面になってきてるのかな、なんていうふうには思いますけど。